スベアトスラフ・リヒテル、スヴアトスラフ・テオフィーロビチ、リヒテル、ラテン、文字転写例、スベヤアタスロブ・ティフィレピッチ・リヒテル、1915年3月20日から1997年8月1日は、ソビエト連邦のピアニストである。ドイツ人を父に、ウクライナで生まれ、主に、ロシアで活躍した、ただし在留ドイツ人として扱われた。その卓越した、 演奏技術から20世紀最大のピアニストと称された。1915年3月20日に今日ではウクライナ領となっているジトーミルに生まれた父はドイツ人ピアニストの父テオフィル・リヒターである。また母はロシア系の商人の祖宝家に生まれ育ったロシア人女性である。ドイツ人の父の家は代々ドイツルーテル教会に属する商家であった。 幼い頃に一家はオデッサに移住した。父親は同地におけるドイツルーテイル派の教会であるセーパウロ教会で合唱団長やオルガン奏者を務めていた。また音楽学校で教師をも務めた。両親は3歳になった息子、リヒテルの音楽教育に不信した。息子にも音楽の手ほどきをしたが音楽家にしようという気はなかった。父親は スターリンの粛清により、1937年に逮捕され、ドイツがオデッサを占領する直前の1941年には、スターリンにより、ドイツのスパイの権威をかけられて、処刑されてしまった。母親は、その後、ドイツ人男性と再婚し、スターリンによる迫害を逃れ、ドイツへの亡命を果たした。リヒテルは独学でピアノを始め、1931年に15歳に、 して、オデッサ歌劇場のコレペティートルに採され、多くのオペラ曲の初見を経験した。1934年、19歳の時にショパンのみの、プログラムによる、小規模な初リサイタルを開き、成功を収めた。1937年、22歳で、モスクワ音楽院に入学し、ゲンリフネーガウスに指示した。このモスクワへの移住が、ドイツ系。 ルーテル教会の信者であったという共産主義独裁体制下のソ連における危険な立場からリヒテルを救うこととなる。彼はモスクワ音楽院に入学した時点ですでに完成されたピアニストだったと言われ、ネーガウスは何も教えることはなかったという言葉を残しているが、リヒテル自身はネーガウスから多くのことを学んだと言っている。ネーガウスはリヒテルを天才であると言い、時に 荒削りの演奏をあえて直そうとはしなかった。同門のエミール・ギレリスは一切年下だが、モスクワ音楽院では2年先輩に当たる。リヒテルは、ネーガウスの紹介により、セルゲイ・プロコフィエフと親交を持つようになり、1943年1月18日には、モスクワで、プロコフィエフのピアノ・ソナタ第7番を初演し、成功を収めた。翌1944年には、 プロコフィエフの3曲の戦争そなたによるリサイタルを行った。以後、ソ連国内で活発な演奏活動を行うようになり、1945年には30歳で、全ソビエト音楽、コンクールピノ部門で第一位を受賞した。プロコフィエフが政府から反革命的と批判された時も常に、プロコフィエフと活動を行った。1950年に初めて東欧で講演も、 行うようになり、一部の録音や評価は西側諸国でも認識されていた。しかし、冷戦で対立していた西側諸国への演奏旅行は、なかなか当局から許可が下りなかった。リヒテルは1941年に父親をソ連当局によって銃殺されており、母親は第二次世界大戦の末期にドイツに移住していた。このため、当局は西側への旅行を認めた場合に、 彼が亡命することを警戒してたとも言われる。そのため、西側諸国ではその評判が伝わるのみで実像を知ることができず、幻のピアニストとも称されるようになった。ソ連の演奏家としては最も早い時期から、国際的に活躍していた一人であるギレリスが、演奏後に最大の惨事を送ろうとした、友人オーマンディを、リヒテルを聞くまで待ってくださいと制止ことも、 この幻のピアニストへの期待をかき立てた。1958年にはこの年の2月25日に、ブルガリアのソフィアで行ったリサイタルの録音が、西側でもレコードとして発売された。ムソルグスキーの展覧会の絵などを含む、この録音は、不朽の名演奏と称えら、リヒテルの東大一のピアニストとしての進化を知らしめた。同年に、第一回、 チャイコフスキー国際コンクールが開催され、この大会を制したバン・クライバーンが滞在中に聴いたリヒテルの演奏について、生涯で聴いた中で最もパワフルな演奏であったと、帰国後に語ったことで、このピアニストの評判はさらに高まることとなった。リヒテルは、この第一回チャイコフスキー国際コンクールで審査員を務め、クライバーンに満点の25点をつけ、 他のすべてのピアニストに0点をつけた。翌1959年には、ドイツグラムンのスタッフがワルシャワに乗り込んで録音が行われ、数枚のレコードが発売された。その中でも特に、スタニスワフ・ビスーツキ式のワルシャワ国立、フィハーモニー管弦楽団と共演した、ラフマニノフのピアノ競争曲、第2番の録音はこの作品の決定的名演と称えられ、その評価は、 現在に至るまで緩いでいない。1960年5月にようやく西側での演奏を許可され、ヘルシンキでのコンサートに伴奏者として派遣された。同年中にはアメリカへもツアーして1960年10月から12月にかけてアメリカの各地でサートを行い、センセーショナルな成功を収めた。このアメリカツアーでは10月15日のシカゴオーケストラホールにおいて、 エーリヒラインスドルフ式シカゴ公共楽団との共演によるラームスのピアノ競争曲第2番演奏でデビューを果たし、さらに19日にはニューヨークのカーネギーホールでソロコンサートを行っている。この時に録音されたブラームスのピアノ競争曲第2番共演はエーリヒラインスドルフ式シカゴ公共楽団やベートーベンのピアノソナタ第23番のレコードも 評判となり、いよいよ西側でも本格的にその実像を知られるようになった。その後は、名実ともに20世紀を代表するビルツオーソとして、世界を舞台に精力的に活動した。同時代にアメリカを拠点に活動したウラディメイル・ホロビッツと並び、称されることもあった。日本へは飛行機嫌いのためなかなか訪れることがなかったが、 1970年の日本万国博覧会の際に初の訪日が実現した。それ以降はたびたび来日してリサイタルを開き、日本の音楽ファンにも馴染み深い存在となった。オレグカガンをはじめとする他の演奏家との共演も活発に行い、西側を含む各地で音楽祭を主催した。特に1981年から、 毎年冬にプーシキン美術館で開催した音楽祭12月の夕べは絵画の展示テーマを共有するユニークなスタイルのものだった。晩年に至っても技巧の衰えを豊かなタッチで補いつつ意欲的な活動を続けた。特に彼の理想としていたのはピアノをトラックに積んで旅行し、前触れなく境界のある街でピアノを無料で演奏し、また旅に出るという生活であり、 それに近い形の多くのコンサートを行った。1997年8月1日、モスクワで82年の生涯を閉じた。リヒテル本人は LGBT のため偽装結婚であったにもかかわらず、生涯の伴侶であったニーナドルリアも翌年5月に亡くなっていい。リヒテルのレパートリーはバッハから20世紀の同時代の音楽まで多岐にわたる。特に、 チャイコフスキーやラフマニノフなどのロシアものや、ベートーベン、シューベルト、シューマン、リスト、ショパン、ブラームスなど古典派からロマン派にかけてのピアノ曲がその中核にある。その一方で、ドビュッシーやシマノフスキバルトークなどでも名演を聞かせた。そうした膨大なレパートリーを誇る一方で、独自の見識に基づいて作品を厳選していたことも特徴的である。 例えば、ベートーベンのピアノソナタで言えば、第14番や第21番のような人気曲を意図て演奏しなかったし、5曲の競争曲の中では、第1番と第3番のみをレパートリーにしていた。ショパンの練習曲やドビュッシーの前奏曲、ラフマニノフの前奏曲などでも一部の曲を演奏していない。リヒテルの演奏は、 ダイナミックで有効な情感と緻密にコントロールされた技巧を両立させた、稀有なものだった。とても巨大な手の持ち主であり、12度程度を楽に、押せたという。彼の演奏の特徴の一つとして、ダイナミクスの大きさが挙げられる。音楽評論家の吉田秀和は、彼のベートーベン演奏について、聞き手に、ベートーベンの時代のピアノでこれほどのダイナミクスを大きな、 演奏が可能だったのかと疑問を抱かせる一方で、ベートーベンの創造的想像力の中では確かに、こうした響きが鳴っていたに違いないと感じさせる、説得力があると述べている。ピアノソナタ第23番のアメリカでのライブ録音を初めて聞いたときには、これはベートーベンを超え、何か別のものになってしまったのではないかと感じたという。テンポ設定に関しては、 リヒテルはゆったりとしたテンポから屈指と言える速度まで自在にコントロールすることができた。若い自分にはベートーベンのソナタの急速楽章を猛烈なスピードでくこともあったが、ほどなくスピードを重視しないスタイルに転じたと岩井広之は指摘している。晩年に至るまで今日に乗ると弾き飛ばす傾向のあったムスティスラフロストロポービチとは対象だったとしているが、正しくない。 彼の1八十六年のショパンのバラード第四番や1八十四年、東京でのドビュッシーの西風の見たものやラフマニノフの音のエアップ三十三では、往年のパワフルかつ高速な演奏を披露している。1五十九年のラフマニノフのピアノ競奏曲第二番の録音は、作曲者自身の演奏よりもやや遅めのテンポから、かなりの速度まで濃密なロマンティズムを壮大に、 歌い上げた。川田一いたなびは、この演奏の影響力の大きさを示す事実として、この後、他の演奏家も、リヒテルのテンポ設定を踏襲するようになり、この曲の平均的な演奏時間がそれ以前よりも、引き伸ばされるようになったとしている。リヒテルの芸術性が発揮されたのは、技巧的な難局においてばかりではなかった。ピアニスティックな技巧の効果に乏しく、以前は、 プロのピアニストが取り上げることの比較的少なかったシューベルトのピアノ作品を彼は早い時期からレパートリーに取り入れていた。グレン・グールドは1957年にソ連を演奏旅行した際にリヒテルによるシューベルトのピアノソナタ第21番の演奏を聴いた時ことを彼は現代で最も力強い音楽のコミュニケーターであり、私は催眠術による トランス状態としか例えようのない境地に連れ去られたと回想している。リヒテルはスタジオでの録音が嫌いなピアニストだったが、ライブ録音によるものも含めると結果的には極めて多くの音源を残している。レパートリーの多くは現在でも録音によって接することが可能である。彼の録音の出来には村があるとも言われるが、ヨアヒム・カイザーは最良のライブレコーディングにおける彼の偉大には、 比類がないと評していた。没後には各国の放送局に残されていた音源なども CD としてリリースされている。ワルシャワでのドイツグラムフォントの録音セッションでエンジニアを務めたハインツ・ビルトハーゲンはこの時使用したピアノについての証言を残している。スタッフが現地で調達したピアノはタッチにひどくムラのある粗悪な白物でスタッフは当然リヒテルに拒否されるものと考えた。 しかし彼は黙って、ピアノの前に座ると、キーの感触を一つ一つ確かめながら、無駄なく、聞こえるようになるまで練習し、何のあるピアノを自在に操ったという。その後彼は1969年に、ヤマハのピアノに目を止め、愛用するようになった。彼はその理由について、柔軟で感受性が鋭く、特に、ピアニシモが非常に美しい。 私の表現したい心の感度を歌ってくれると語っている。このことは NHK のドキュメンタリー番組プロジェクト X2001 年10月2日放送会でも取り上げられた。リヒテルの活動は規制のコンサートマナーにとらわれない特徴的なものだった。彼は特に比較的小さな規模の会場で演奏曲目を予告せずに行うスタイルのリサイタルを好んでいた。 晩年には、あえて楽譜を見ながら演奏したり、場内の照明を極端に落として、ピアノの周囲だけをわずかに明るくした状態で演奏するといったユニークな試みを取り入れていた。クリーグの序上小曲集のみでプログラムを組むなど、そうした挑戦的な態度は最後まで持続した。リヒテルは1952年に手の小さな骨を折って一時的にピアノが弾けなくなったことがあり、 この時に生涯でただ一度の指揮を体験している。キリル・コンドラシンにリズムの刻み方を習い、モスクワ青年交響楽団を指揮して、ロストロポービチと共演したのが、プロコフィエフの公共的競争曲の初演である。1933年に18歳で、オデッサ歌劇場の第一副指揮者に就任したという伝説が生じたこともあったが、リヒテルはこれを、 おとぎ話に過ぎないと原価に否定した。前述の通り、1931年にコレペティートルに採用されたというのが事実である。とても繊細な感受性の持ち主であり、音楽評論家のペーターコステからは、傷つきやすい巨人と評された。頻繁にコンサートをキャンセルし、ファンや工業主を悩ませてきたことでも知られ。 周囲からは気難しい人物として恐れられることも多かったが、彼の調律師を務めた村上照久によると決して怖い人ではなかったという。来日時はポンジュースを愛飲していた。リヒテルは少年時代には文学や演劇に熱中するなど、音楽以外の芸術にも秀でていた。特に絵画の腕前は素人離れしており、その作品は自身のレコードのジャケットに、 しばしば使用された。1944年の末には指を痛めて一時ピアノを弾けなくなった時期があり、その際には画家への転身を本気で考えたという。リヒテルはプロコフィエフやショスタコービチ、ブリテンなど同時代の作曲家と直接交流した。特にプロコフィエフとは親しく、ピアノソナタ第7番はプロコフィエフが初めて。 自分以外のピアニトに初演を託したピアノ作品であり、ピアノ・ソナタ第9番はリヒテルに検定されている。ロストロポービチとの共演で、チェロ・ソナタを初演したほか、前述の通り公共的競争曲は同じく、ロストロポビチとの共演により指揮者として初演している。ブリテンとは、ブリテン自身の作品のみならずとの作曲家のものも、含め、競争曲や2台のピアノのためのレパートリーで、たびたび共演した。 他の演奏家と活発に交流し、共演を行い、若い才能の発掘にも意を注いだことでも知られる。彼を中心として形成された演奏家の人脈は、リヒテルファミリーと呼ばれた。特にオレグ・カガンとは、親密な間柄で、カガンはリヒテルファミリーの中核的な存在だった。この他にリヒテルと活発に共演した演奏家に、カガンの妻であるナター・リアグルトマンや、 ユーリ・バシュメット、エリソ・ビル・サラーゼなどがいる。リヒテル没後の2005年には、ファミリーのメンバーを中心とする人たちによって、スビアトスラフ・リヒテル国際ピアノコンクールが設された。文学者のボリス・パステルナークとも親密な、間柄だった。パステルナークは、チ・ネーガウスの友人であり、同じ妻をめとった関係にあたる、ネーガウスの妻が、パステルナークと再婚したが、 男性二人の友情は継続した。1960年にパステルナークが亡くなった際には、リヒテルは葬儀でピアノを演奏した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。